1136件。この数字は平成21年度の精神障害などによる労災保障請求の件数です。このうち 27.5% にあたる234件が労災認定されています。 7.6%、 これはメンタルヘルス上の理由により連続1ヶ月以上休業または退職した労働者がいる事業所の割合です。パワハラは従業員の心の健康を害したり、士気や生産性の低下、優秀な人材の流出の原因となります。パワハラは被害を受けた当事者が最大の被害者になりますが、同時にそうした行為を許した企業にも大きな損失をもたらすのです。パワハラは労働問題であるとともに人権問題です。法務局やその支局には人権相談窓口があります。パワハラをはじめとして、これは人権問題ではないだろうかと感じたときには、一人で悩まずに最寄りの法務局の人権相談窓口のほか、インターネット人権相談受付窓口をご利用ください。